皆さんにお伝えしたい塾でお金を無駄にしないためのポイント。でまあね、これらについて他にもいくつか本の中では述べているんですけれども、皆さん3年間で約200万円を塾に投入します。ちゃんと元取れてますか？その中で最も効率的にお金を回収できるのがこの塾に電話、そして保護者会、先生との付き合い方なんですね。これガンガン塾に電話をしろと言ってるわけじゃなくって、ここで先生の皆さんのお子さんに対する本気を引き出してほしいということなんです。つまり先生とコミュニケーション、良いコミュニケーションを取りましょうということです。詳しくはぜひ本で読んでください。